ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-074 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-074。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-074 は現在、サイト81に収容されています。SCP-074は、活性状態にある情報災害であり、その異常性を評価、研究する行為は行われるべきではありません。過去に SCP-074 の研究に従事していた職員、物理学の分野で高等教育以上の知識を有する職員、または、アーカイブ 074-317E を目にしたことのある職員は例外なく、サイト81から 5km 以内に近づかないようにしてください。SCP-074 は、6m×6m×3m の強化ガラス室に収容し、すべての紫外線を遮断するよう設計された部屋に安置した状態で、暖色の安全灯で照らし続けてください。収容室は、人間の活性細胞を培養して作られた皮膚シートで覆い、被覆率は少なくとも 95% 以上を維持してください。皮膚シートの厚さは最低でも 3mm 必要であり、温度は摂氏37度を維持してください。また、培養の元となる皮膚サンプルは、中等教育ないし、高等教育を受けた程度の知識を有する B クラス職員から採取してください。すべての皮膚シートは毎日、SCP-074 の1の付着がないかをチェックしてください。SCP-074 の1の付着が確認された場合、対象をすべて取り除き焼却してください。SCP-074 には1日に1度、自動給餌機を用いて、水耕栽培された新鮮なリンゴの葉、樹皮、果実を切り刻んだものを 75g 与えてください。その際、汚染物質や外来の組織が混入しないよう注意が必要です。SCP-074 による自発的な収容違反が発生した場合、職員は SCP-074 の顎を生のリンゴで塞ぎ、その状態を維持したまま、SCP-074 を移動させたい方向へ押す、または手のひらで SCP-074 の目を軽く叩く、もしくは、触覚の全部に濃度 0.5% の擬酸スプレーを噴射するなどしてください。説明。SCP-074 は、巨視的なスケールで様々な量子特性を利用し、自らの周囲の物理法則を改変する能力を有する特異生物です。早速だが、ここで説明しておきたいことがある。今回のオブジェクトは、報告書を最後まで読んでも、その姿形や大きさが具体的に記述されていない。ああ、前にもそんなことがあったわね。特に大きさについては全く記述がないため、今回の紹介での描写は、100% 私の想像だということに注意してくれだぜ。では、続きをどうぞ。この物理法則の改変と、SCP-074 の周囲に存在する人間が持つ知識には、関連性があることが判明しています。例えば、SCP-074 は、自らの周囲にいる人間の中に、その詳細を理解している者がいない物理法則を改変することができません。SCP-074 が関連している、または関連している可能性のある異常な物理現象をリスト化した、アーカイブ 074-317E は、レベル3以上の職員のみが閲覧することができます。ただし、アーカイブ 074-317E を閲覧した職員は、SCP-074 の研究に関わる権利と、サイト81から 5km 以内に近づく権利を失うことになります。SCP-074 は、現在収容されている場所から、3m ほど離れた場所に実体化する能力を繰り返し示してきました。これは、量子トンネル効果、あるいはそれに類似した現象と思われます。量子トンネル効果というのは、何らかの粒子が通常超えることのできない領域を、一定の確率で通り抜けてしまう現象のことを言うそうだ。説明されてもさっぱりわからないわよ。例えば、普通の人間が全力疾走しながら鉄筋コンクリートの壁に衝突するとするだろ？そうすると、人間は壁に跳ね返されることになるよな？当然そうなるわね。これは、壁にぶつかった人間が、鉄筋コンクリートの壁を通り抜けられるだけのエネルギーを持っていなかったからそうなるわけだが、ミクロの世界では、そのエネルギーが不足している状態でも、一定確率である領域を通り抜けてしまうことがある、という話だな。ああ、なんとなくだけどわかったわ。では、続きをどうぞ。SCP-074 は、一般にわらじ虫として知られる等脚目に似ており、そのため財団の昆虫学者は、暫定的に SCP-074 を等脚目に分類しました。その完成質量は約 1700kg ですが、重力質量は約 375g ほどです。体積は 1.7 立方メートルと推定されており、これは一般的なコンパクトカート同程度となります。
慣性質量というのは、加速度をもとに定義される重量のことで、慣性質量が重たいものほど加速させづらくなると思ってくれ。同じ車でも、一人しか乗車していない状態と、乗員数の上限まで乗車している状態では、後者の方が加速させづらくなるのは慣性質量の影響だぜ。重力質量というのは？重力質量というのは、一般的に重さと呼ばれているもののことだと思っていいぞ。重力が変われば重さも変わるわけだから、この報告書の記述をより正確に言うなら、地球上での重さのことだな。ああ、つまり SCP-074 は、重さが 375g しかないのに、ものすごく移動させづらいオブジェクト、ということなのね。その通りだ。では、続きをどうぞ。SCP-074 はメスであり、男性生殖を行います。産卵の際、産卵管の先端にある球状器官が発光しますが、これは当初、非電離性放射の一種と考えられていました。現在この発光は、SCP-074 の卵が実体化する可能性を計算している最中の、コヒーレント波の収束によるものと考えられています。マリサ、またよくわからない用語が。このあたりは、量子物理学が絡んでくるのでちゃんと理解する必要はない。というか、私も説明できないぜ。その上でざっくりと説明すると、この世に存在するあらゆる物質は、量子の性質を持っている。とされている。ああ、波と粒の話は私も聞いたことがあるわ。そうか。そして、報告書にあるコヒーレントというのは、その波同士の干渉しやすさを表す用語なんだそうだ。つまり、SCP-074 の産卵管から発生している光は、卵が実体化する際に量子の波同士が干渉して発生しているってこと？私の知識では、そうだと思うとしか言えないが、今回の紹介ではそういうことにしておいてくれだぜ。では、続きをどうぞ。SCP-074 は、自らの卵、SCP-074-1 を、物理学の知識を有する人間の体内に選択的に実体化させる傾向があります。周囲に実体化先にふさわしい人間が存在しない場合、SCP-074-1 は任意の生物、あるいは非生物の中に実体化しますが、その場合、SCP-074-1 は孵化することなく枯れたような状態になり、その周囲に放射線によるダメージとよく似た線香を残します。この線香は、SCP-074 から400メートル以上離れた場所で観測されていないことから、SCP-074-1 は、時間経過とともに崩壊するものと推定されています。宿主の体内での SCP-074-1 の成長速度は、宿主が紫外線にさらされた時間と正比例するようです。1ヶ月間、日日あたり30分、紫外線対策なしで紫外線にさらされる生活を送った宿主の体内では、SCP-074-1 が 2mg から 8kg に成長したことが観測されています。一方、1ヶ月間、完全に紫外線から遠ざけられた宿主の体内では、それぞれ 600g、680g、および 710g までしか成長しませんでした。SCP-074-1 の完璧な発育過程、およびその生態、どのようにして宿主の体内から外界へ出てくるのか、またその際のサイズについてなどは、未だ不明のままです。報告書は以上だ。自らの周囲にいる人間の知識をもとに、周囲の物理法則を改変する能力を持ったわらじ虫、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。オブジェクトを研究するためには専門知識が必要だが、専門知識を持つ者が周囲にいると脅威度が増すため、研究を進められないというジレンマを財団は抱えているようだな。これって、物理学系統の知識がない人間に対して、専門家が遠隔地から指示を出して、研究を進めることはできないのかしらね？どうだろうな。知識がないものでも、研究に関わるにつれ知識を蓄えていく可能性もあるし、現場に専門家がいないと、不測の事態に対処できないというリスクもあるのかもしれない。ああ、なるほど。それに、オブジェクトの近くに専門家がいると、オブジェクトが繁殖してしまうリスクがあるからな。そういったことを考えると、やはり研究の継続は難しいのではないかな。ままならないわね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。